クバーニは、ウクライナ及び、ロシアの歴史的地名である。クバーニ川流域から、現在のクラスのダール地方、アディゲ共和国、スターブロポリ地方、ロストフ州、カラチャイチェルケス共和国にあたる地域を指す。日本語では、クバン、クバニ、あるいは、クバーニ地方などとも書かれる。紀元前6世紀頃、レスボス島からやってきたギリシャ人によって、 ヘルモナスサが作られ、紀元前5世紀頃に、ボスポロス王国の一部となった。6世紀頃、ボスポロス王国が、ビザンツ帝国の支配下に入った。ビザンツ帝国の500年から600年の頃に、初めて、ドニエプル地方から、ルーシ族が現れる。965年には、トムタラカンを占領し、トムタラカン公国を建国した。山岳地方から、仮想軍人が、 ドニエップル川は、ナドニプランシチナに移住し、現在のチェルカスイの基礎を築く。カソーグ人は、現代のチェルケス人に近い種族で、古代のトムタラカンの住民の子孫であり、後にコサックの原型となったと考えられている。1792年には、国会コサック軍が、ウクライナより移住した。クバーニは彼らによって開拓され、彼らはクバーニコサック軍を編成した。 1917年4月30日から5月3日にかけてカテルイノダールでコサックの集会が開かれコサック政府となるクバーニ軍ラーダが結成された。1918年2月16日には立法ラーダがクバーニ人民共和国の建国を宣言した。数日後議会によってクバーニのウクライナとの連邦参加についての決議が採択された。 1933年にはホロドモールに見舞われた。クバーニにおける基金は他のウクライナの民族的地域と同様過酷なものであった。これにより、これまでクバーニの主要な住民であったウクライナ人は壊滅的打撃を受けた。名称は現在のものに準拠する。この名称を持つ者には以下のようなものがある。ありがとうございます。